こんにちは。久しぶりのヴィンテージコンピューターチャンネルです。本日はアカシスサンダーボルト3 SSD、 こちらをご紹介したいと思います。はい、サンダーボルト3接続の SSD なんですけれども、パッケージの中にはですね、はい、SSD 本体、そしてね、サンダーボルト3ケーブル、長さはこんな感じですね。はい、それからね、これテスト用ということで、今ね、まだゴム足貼ってませんけれども、実際の製品にはね、こうやってゴム足ついてそれを貼り付けるという形になってます。ゴム足をねつける前でしたら、このね、ネジがここにありますんで、分解もできる構造となっております。はい、サンダーボルト3接続の SSD ということでですね、その特徴は何といっても超高速な点になります。はい、こちらね、パッケージの方にもね、書いてあるんですけども、まあ、Windows 用、Windows と MacOS 上それぞれのね、速度について書いてありますけれども、MacOS 上の速度、リード 2700mbps、まあ、超高速ですね。ライトの方はですね、ちょっと控えめな数字になってまして、1500mbps、なんですけれども、まあ、これがね、実際のところ、実機ではね、どんな速度になるのかというところを見ていきたいと思います。はい、それではね、おなじみのディスクスピードテストで、実機の速度を計測してみたいと思います。本体の方はね、 MacBook Pro 15インチ2016モデル 2.7GHz クワッドコアインテル Core i7 ということでですね、こちらインテル Mac への接続となります。もうすでにね、SSD はスタンバイできております。それでは速度の方を見てみましょう。まずはライトの方ですけれども、2070とね、2000を超える数字が出てきております。リードの方2280というね、2300近い数字ということでね、これ、なかなかの高速ぶりを発揮しております。続きましてね、M1 MacBook Air に接続しております。こちらね、スペースグレーの本体の方に装着しておりますけれども、これなかなかね、カラーがマッチしてていい感じではないでしょうか。はい。それではね、実際インテル Mac とね、M1 Mac ではですね、結構 SSD の挙動が違うといった話もありまして、はい、その辺どうなるか見てみたいと思います。はい、まずライトですけども、ちょっと遅いですね、1630台。そしてリード、これは早いですね、2457ということで、もう2500くらいの値が出ております。はい、リード2460、ライト2640くらいというようなね、こちらライトはちょっと遅いんですけども、リードの方がね、かなり早い数字で出ております。はい、というわけで本日はアカシスサンダーボルト3 SSD、実機上、 Mac の実機上でね、どれだけの速度が出るかというところを試してみました。はい、まあ、パッケージに書かれてるね、速度に対して、これ特にライトがですね、こちら1500mbps 以上というふうに書かれているんですけれども、それがね、まあ、インテル Mac ではそれよりちょっと早い、インテル Mac じゃない、M1 MacBook Air ではそれより少し早い 1600mbps 台でしたけれども、インテル Mac ではですね、それを大幅に上回る、まあ、2400を超えていくところだったんですけれども、これなんかおかしいんじゃないってね、まあ、普通、ここでね、こういうパッケージとかに記載されているスペックというのは、まあ、最大値で、これをね、
大幅に上回るっていうのはね、実は本当はそんなに早くないんじゃないっていうようなね、話があるかもしれませんけれども、これどうもね、ちょっとパッケージの記載の方がね、おかしいんじゃないかなという気がしています。というのもですね、このアカシスのメーカーサイトにはですね、実測結果各種載ってまして、そちらを見るとですね、いくつかの SSD の種類がね、書かれていますけれども、MacBook Pro、インテルの MacBook Pro で計測した結果としてですね、ウェスタンデジタル SN750、リード2117、ライト1977、サムソン970エボ、リード2458、ライト1897、サムソン980プロ、リード2408、ライト2282、スイゲート510、リード2278、ライト2154とですね、いずれも、このパッケージに書かれているね、ライトの1500を大幅に上回る、おおむね2000、一部ね、2000ちょっと切ってるのもありますけれども、2000前後のライトスピードが、書かれてますんでね、これどっちかっていうとちょっとこのね、パッケージの方がなんかちょっとおかしな数値が書かれてるんじゃないかという気がしてます。いずれにしてもね、大切なのは、実速度、実際の速度ですね。これが、インテル、Mac でもですね、そして、M1 Mac でもですね、非常に高速であるということが、今回、実証されたと言っていいと思います。はい、そしてね、この、アカシスサンダーボルト3 SSD、各種ね、容量を用意してヴィンテージコンピューターでただいま絶賛販売中です。1TB 29,800円、2TB 49,800円、そしてね、4TB の大容量、98,000円とですね、いう価格になっております。ちょっとね、高いかなと感じるかもしれませんけれども、サンダーボルト3接続のね、高速 SSD としてはね、大変、リーズナブルな価格になっていると思いますのでね、ぜひ、注目ください。さらにね、いや、自分はね、自分好みの SSD を入れたいんだという方にはですね、ケースのみ、としてもね、販売しております。こちら、14,800円。こちらもね、高速 SSD ケースとしてはなかなかお買い得な、価格となっておりますのでね、ぜひご検討いただければと思います。はい、ヴィンテージコンピューターチャンネル、今回はアカシスサンダーボルト 3SSD のご紹介でした。それでは次回まで、さようなら。